皆さんこんにちは。フォーカス M 実況の伊達有沙です。そして解説は渡辺幸四郎が務めます。渡辺さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。フォーカス M シーズン5、98回戦、トンハイの開始です。よろしくお願いします。98回戦が始まりました。ルールは一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局で打ち切りで行われます。ちーちゃ親番吉田ドラ3万です。渡辺さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ6、7、8が見えるハイパー吉田、友竹はチュンが統一、キューピーも統一、ウーマンも統一、シャーチャの秋はバラバラとしているか、バラバラですね。レイチャ高宮初統一に少しソースが多め、全体的にみんな、そうですね、今のところ誰が抜け出すのかわからない感じです、ね、全員に赤もドラもないハイパイということで、はい、あ、これでドラが1枚はい持ってきました。ペン3万匹は嬉しい秋、誰の手が、まあ、ツモが効くかというところですかね。そうですね、オーロソギリだ、これも6、7、8です、6、7、8ですね。今日よく見ますね。よく見ます。アキさんもだいぶ形が悪いですけども、いいピンから、はい、一応カンウピンカンチーピンウッパーマンの、はい、ヤンシャンテン、ヤンシャンテンなので、ただもうちょっとどうにかしたいですね。友竹さんはこれ です、ね、チートイツと一応7、8、9の3色ですか。見ていきます、はい、高宮さんはちょっとソーズの本一も見たいかもしれないですね、はい、ただローソーがもうすでに皮に2枚切れている。ウーピンゴロッチ残さない、ね、おっとこれでちょっとスーソーが痛いですね。スーソー痛いですねでもあのハイパイだと分かりますってなりますけど、さあこれでチートイツ、うんうんうん、もう受け、もうちょっともう大変かなっていう意識ありそうですね、はい、そうですね。さあ友竹がイーシャンテン、イーシャンテンですね、チートイツ、はい、これをイーシャンテンとして見ているのか、スワンコのヤンシャンテンと見ているのかはちょっとわからないですけど、そうですね、あんこにして、あんこにして、はい、あんこにしてと、うん、赤馬引き6、7、8崩れちゃうかもしれませんが、はい、吉田これ赤馬切ってカンチーマンとかあるんですかね、もし3色になった時。さすがに、さすがにと思いますが、秋さらにドラの3万引いてきました。ただこの3万はちょっと使いにくそうな、うん、そうですね。あ、ここでパーマン切って、そうですね、メンタン、まあ、5、6、7がそうですね、あ、そうですね、ボロチもあるか。あ、友竹さんチートイツに一応もう固定してますね、うんうんうん、ギャンゾーが、アキさんが第一打数層で良さそうな、良さそうに見えますね、安全にも見えるんでね、アキさんに対して残しましたね、うんうん、さあアキここで3万先に打つかの悩みですか。3万を打つのが一番広いですね、うんうん、現状やっぱり自分の手がどうしても遅そうな、おお。4万いかがですか、ほぐしましたね、うんうん、現状自分の手が一番遅そうなんで、はい、一番リーチに、うんうん、一番早く打つのはまあ3万を打つことなんですけども、はい、ただそれをするにしても、例えば3万ポンとか入った時に自分の手は戦える手ではないので、うんうんうん、ここは3万切らずに単ヤオですね。これでこれでいいそう、いいそうで良さそうですね、はい、ただ友竹がリャンソー短期でテンパイが入っております。リャンソー今1枚切れたばっかりで、はい、数層3枚見えてる、リャンソーしっかり残ってます、いい短期に見えますね、はい、友竹これリーチもどうですか。あ、チーピンも引いた、そうですね、リーチも全然ありだと思いますけども、うんうん、どうなんでしょう、ちょっと1個あんこ作ってほしいですよね。あ、なるほど、それありそうですね、はい、そっからどうするのか見てみたいですね。友竹それ待ちありますね、はい、現状多分持ってる牌が全部、あ、そうですね、枯れてないんですか、はい、うん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 、さあ秋は先ほどカンチーピン引き入れて十分なイーシャンテンとなっております。そうですね、あんこ作ってほしいけど、はい、あ、これでもう単野を盤石言いそうですか。そうですね、ちょっとアキさんもちょっとヤンソーがちょっといいと思ってたんで、あ、なるほどなるほど、ちょっと考えましたね、まあ、スーソーが自分で切ってる上に、まあ、3枚見えてるんで、確かに、とはいえですかね、
あ、これですね。あ、これですね。あ、さすがに順目ですかね。この手は単純にもうかわしてとして、うん、うん、あららら、らめちゃくちゃうまくいきました。秋単野をドラ 4、 4ウッパーマン。高宮さんはもう丁寧に降りてるんで、この乱造も多分高宮さんからはもう出ないですね、うん、打たれない。さあウッパーマンは、パーマンが川に3枚、パーマンが1枚ですね。ウーマンは手の内に4枚使われています。パーマンが1枚、乱造が2枚。これ友武さんはテンパイしてるがゆえに、ゆえに止まらない可能性がありますね。ありますね、はい、リャンゾー2枚、パーマン1枚です。お、サブローマン、ローマンウーソー、これ打ちにくいんですかね。サブローマンがいっぱい持ってて、あ、それも確かにありそうですね。ありそうですよね、はい、秋ローマンとウーソー、あと、まあ、単純にウーソーも結構悪くないように見えてるんですね。暗号2つ目さあ、ウーソーローマンに変わるとどうだ。ウーソーはない、降りてる高宮さんに2枚、ローマンもないですね。ローマンもない。さあ、リャンソーが2枚残るのみ。リャンソー1枚ですかね、さっき高宮さんが1枚。あ、すいません、そうですね、あ、川に1枚切れか、はい、失礼いたしました。リャンソーは1枚。高宮さんの丁寧な降りがリャンソーでの補充を回避しましたね。そうですね。さあ次が配定です。どうだ、スソ。さあ流局いたしました。友武秋の2人転配で、トンの1局は流局、トンの2局へ移ります。友武もね、あんこがなんか2つ並んでるとむむって思ったりするんですかねどうなんでしょうかね。さあ2人転配で流局、トンの2局に移ります。友武の親番、ドラ急走です。ローソーから、ローソーから、バラバラで苦しいからかしら。さあ高宮が良さそうなハイパイです。高宮いいですね。そうですね、これで吉田さんもまたなんかあんこ、あんこ親番の友武さんはちょっとこれはだいぶ悪いですね。だいぶ悪いですね。本当に秋はチューンが統一に赤ウソーが1枚、圧倒的に高宮か。ああ、これでそうですね、差し子含みのいいシャンテン、おー、いいシャンテン。高宮に勝負手入っております。高宮さんに立ち向かえるのは秋さんがちょっとちょっと進めばぐらいですかね。うん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 、吉田さんもそうですね、一応あんこ手にならないと高くないんで、そうですね、このままで立ち向かえない。これは白危ない方から、はい、シャーの方を手に置いた。キューピンはもう積もりましたね。うん、いらない、はい、メンタン三色がいいんだと友武親番、一応ターツは足りたので、そうですね、ちゃんたの目を残しましたか。まあ安全に自敗抱えつつ、うんうん、残ってるペンちゃん、今持ってるペンちゃん、母ちゃん、ターツが変化するか、うんうん、もうメンツがで、それでメンツができるかで勝負に行く形ですね、うんうんうん、多分そんなにもうこの手でまっすぐ目いっぱいにいかなそうですね。なんか親番とはいえ、あ、もう3層とか、これは3色も一応残してますね、うんうん、1,2,3 の。さあ秋トンとチュン統一になりました。ヤクヤク、これはつもりですね、差し子があるので、はいはい、あ、これで一気にそうですね、引き締まりましたね。引き締まりました。吉田が戦えるか、ドラ受けもできて、はい、これでそうですね、アキさんのはもう追い抜いた感じがありますね、吉田さんは、うん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 、あとは高宮さんが天敗までにどこまで手を伸ばせるか、はい、高宮さんの天敗が入るまでに。アキがチュンのポンです。なかなかこの時間が嫌なんですよねあ、これでもう完全に勝負手、リャンソーサブロピンソーのイシャンテン、よしだ。お、これでどうしましょうか。どうしましょうね、一ピン一ピンですかね、うんうんうん、はい、秋もイシャンテンです。高宮入るか、入らない。3万でちょっと考え、そうですよね、秋のチュン一泣きですもんね。そうですね、気になりますよね、はい。さあ友武ペン3枚引き入れたが、ちょっとずつこっちも形になってきましたね、うんうんうん、
ただ三者がすでに十分な形。これはチーピンですか？リャンピン。リャンピンこだわっていく。タンヤオにはこだわっていく。メンピンじゃなくてメンタンピンだと。はい、ああこれはリーチですね。そしたらリャンウッソリーチドラドラ。さあリャンウッソ一二三四。今リャンウッソ一枚減って。で、じゃあ四か三だな。一二三四。三枚ですかね。三枚。ありがとうございます。リャンウッソ1のウソ2で。この順目のリーチとしては。全然ある、ありますね。はい、3残り十分で、これで親の友竹さんは急走も浮いてるしちょっといけないですね。はい、現物のEピン。秋はどうするか。秋さんはこれどうする。トンは泣いてなかったですね、はい、宣言杯の一旦は多分トントンで受けると思うんですけども、うんうんうん、この瞬間のテンパイが入ったらどうするのか。飛んで受けそうですかね。これでもうあすまは中筋。高宮さんはビャンウマンは何も一応ワンチャンス。かまあ一応ヤンマンはまあ愚形にもフランスワンで行ってみますか。行って行ってみますか。行ってみますか。行ってみておかしくないですけどね。どうするんですか。行きましたね。いいですね。ヤンマン取ってる。リャンゾーが減りました。これでウーソーが2枚。さあどうだ。ペーは3切れか。3切れですね。完全安全牌。何の現物安全牌。高宮テンパイハルが積もった。あっと積もった。吉田の積も上がりです。リーチェツも赤ドラ。裏は乗りません。吉田2000、4000は2100、4100の上がりです。高宮さん2巡目から全部積もりでしたから。あれ本当にモダモダしますよね。はーってなってしまいます。さあ高宮が勝負手入っていましたが、今局は吉田の上がりでトン3局に移ります。トンの3局、秋の親番、ドラは数万。お、ん、いや、うん、そうでもないか。ちょっと微妙ですね。ちょっと微妙ですね。ここはだいぶ良さそうですね。手の中に自敗がありません。ハイパイ吉田も、まあ、ドラドラですね。ドラドラで、うん、ちゃんた。またそうです、ちゃんたです。ちゃんた、ちゃんたか、1,2,3 か、はい、おっと、これでもだいぶ片装引きは引き締まりそうですね、はい、うん、ドラが数万、ドラが数万積もぎっちゃいます。2万積もぎっちゃうもあるけど9万もありそうですか。9万ですね。さあ、秋の親番です。トンの3曲。んこれでイーシャンテン一気通貫を残すか。ギャンゾーイーソートとして一通とドラ引き全部残す。そうですね、うんうん、そうなりましたね。数層引き手が広がりました。神谷これ3ピン切れば一応イーシャンテンですけど、イーマン切って、そうですね、タンヤオ系でまとめていこうという、はい、うんうんうん。友竹さんはこれでどうする。ローピンチーピンとか、ローピンチーピンとかいっちゃうんですかね。さすがにですかね。ちょっと穏やかに、はい、穏やかに何から浮きました。うん、あっとイーシャンテン、イーピン切って一通は捨てる代わりにイーペイコーとドラ引きの、はい、さあ高宮これでもで、ね、まあまあ良いかと、はい、さあ親の秋と高宮がぶつかるような展開になるでしょうか。うん、あこれ789の3色もありますね。できたけど、ウーピンですか。ウーピンですね。ドラか789かというイーシャンテンにしました、はい、秋。高宮も一手代わりでゴロチとかもあるんですね。高宮さんこれ数万引いたらそのままリーチに行くんですかね。どうなんでしょう。どうなんでしょうか。現状単野を、あ、でもつか、うん、ドラが数万なんですね、はい、打点と十分なんですけどやっぱ形が悪いんで、あ、これでこれで、さて3万を切るか、チーマンを、チーマン切り、9万も振り点、ローマンが2枚切れてる、うんうんうん、数万引きは嬉しいけど、はい、そうですね、とかいうことですね。まあ、ローマン引きもパーマン引きもダメなんで、うん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 、この形ですね。下の方を残した。さあ秋入るか。これはドラマチ、やだけども、そうですね、致し方なし。親番の秋の先制リーチ、おそらく考えられる中では一番嫌なテンパイでしたね。あ、これなら振り点のテンパイだけども切るものがない、切れる牌もないですね。パーピンがギリギリ筋。あ、パーピンですって。ちょっと意外に思いますか。そうですね、うんうんうん、一旦チス切って、あ、
追いかけリーチは吉田、ドラドラです、リーチピンフドラドラのサブローマン、秋絶望か関数マン対サブローマン、さあ数マンがただ2枚残っております。2枚いるんですね、数マン残ってる。サブローマンは 1,2,3,4、 高宮さん手詰まりだけど、あら弾吐くか。さあ二間リーチに挟まれております高宮。チーマンはローマンのワンチャンス、うんうんうん、で休め。そうですね、さあこれは2対2です。なんと2対2、関数マンとサブローマン、どっちが勝ってもおかしくない、全然おかしくない。サブローマン2枚、関数マン2枚。高宮さん安牌増えてないですけど、増えてない、シャー助かった。さあこの一巡で増えるか。ローソーは、あサブローマン1枚という情報、失礼しました、1,2,3,4,5、あドラ表示牌か、失礼しました。なんとサブローマン1枚対数マンが2枚です。おお、嘘嘘、高宮さんの手からまあサブローマンも数マンも出そうじゃないですね、うんうんうん、おそらく多分選ぶとしたら総数を全部選んでいくと思うので、嘘嘘、うんうん、次リャンソーとかですか、はい。さあ数万が2枚、サブローマンが1枚のめくり合い、友竹高宮は折り切れるか。数層が取った、これでもう安全ですね、はい。でこれ数万掴んだらあおこれ吉田さんの立場で数万掴んだらちょっと熱いですよね。熱い、熱すぎる、まあ、数万積もられても熱いですけどね。熱いそうですね、まさか山2枚と思いませんもんね。思わないですね。秋もヒヤヒヤしてるでしょうが、枚数はなんと買っています。さあどうだ、友竹大丈夫か。赤ウーピンは怖い、怖い怖い、通りました。さあ秋と吉田のめくり合い、おお危ない、中筋おさあまだ残ってるぞ、もうそろそろマンズ、次のマンズぐらいはもう結構枚数的に当たり牌の、確かに確かに、ね、どうですか。おーラピンズ、ピンズ、さあ順目、これちょっと一応イーシャンテンに、本当ですね、白髪、白髪の一手1枚、そうですね、しか高宮さんが持ってるだけなんで、なんでテンパイ取れるかな、取れるかも。赤ウソは通ってる、上がり牌もある、白髪もある、まだ数万切れてないですね、切れてない。さあ濃度濃くなったぞ、残り1巡、吉田どうだ、数万だ、数万だ。さあなんと裏ドラが乗らない、乗りません。さあ親の秋の上がりです、リーチドラ13900の上がり、熱いやつですね、熱いやつですねさあ吉田自身ドラドラでしたが、3枚目の数万持ってきてしまいました。これが親の秋への補充。今吉田さんの牌の落とし方も若干ちょっと悔しそうな感じ。悔しそうでした。この打ってもこの野郎でしたかね。さあ秋もヒヤヒヤしたでしょうが、そうですね、上がって連チャンに成功。高宮南が統一、赤が1枚です。ドンの3曲一本場、ドラは吐く。友竹さんがかなりいいですね、良いですね。秋さんはちょっと自敗また整理してから考える、はい、はい、高宮さんこれで、あもう本一も見たい、本一もそうですね、ですよね、本一も見てこの難は1枚目は仕掛けず、うんうんうん、一旦ペンチャン落としでその後の、まあ、どっちマンズに両面くっついたりしたらリーチ方向、うんうんうん、ピンズがもっと伸びていったら本一方向、本一方向、これでそうですね、リーチが多分本命ですね、なりそうです。吉田さんもこのまま素直に面ピン3色がいけそうな感じの手配ですね。うーん、ペイかな、残すかペイ行くか、おお。想像はもういらないにしましたか ね、これで一応吉田さんもいいシャンテンで、友竹さんもいいシャンテン、いいシャンテン、どっち切るか、数万か嘘か、パーピンは教えてください、パーピンはメンピン、メンピン、メンピン赤、メンピンマックス効率ですね、ですね、ジャントは2ついらないっていうことですかね、そういうことですね、うんうんうん、あパーピン、
確かにそうですね。確かにピンフならこれが。でこれで安全牌と一応振り返るという。確かに。あ、おお。友武さんらしいですね。なんかいいですね。さあ高宮イーシャンテンです。イースーマン6球マン。あ、なんかでもパーピン打たれるとパーピンな気がしてきました。なるほど。パーピンおしゃれですね。おしゃれです。おしゃれ。一応イスーピン振り手でもあったんですね。イーピンが。あ、イスーピン振り手、なるほど。ごめんなさい、高宮さん、ピンズまだ完成してなかったから、はい、イーシャンテンじゃなかったですね。失礼しました。これでチートいつもりアンシャンテンになったけど、なんなんと切っていくとこっちもピンフがつく形になりますね。悩ましい。一旦保留ですね。何があんこになったら、両面どっちかを嫌って、はい、まあ、両面が埋まったら何なんと切ってピンフを作っていこう。うんうんうん、いや、パーピンびっくりしましたね。パーピンおしゃれです、はい、おしゃれです。ピンフの効率を一番マックスで取ると、うんうんうん、あ、これでなんなん、はい、ピンフのイーシャンテンです。高宮パーピン、あ、ちょっとパーピン、ちょっとおしゃれの代償と おしゃれの代償まあおしゃれに代償はつきものですからねさあ秋の手にドラの箔が1枚あります。その他の人には箔がまだ行っていないんですね、ドラの箔。そうですね。ただ現状は結構みんなドラの箔切りそうな感じですね。結構皆さん手十分系になってきてますよね、はい、これで、あ、イーシャンテンには取らず、うん、先にチーピン、ん、スーピン、スーピン切りましたね。イーペーコーメは残さず、チーピンの方が安全っぽいからですかね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうか。さあ、トモタケ、ここで嘘切り、チーピン。秋もこの白を抱えてると、あ、ただここでトンを打っていきました。うん、嬉しい、うん、これ嬉しい、嬉しい。高宮赤赤イーシャンテン。さあ吉田、これでイーシャンテン単野を。親番秋もイーシャンテンになりました。ドラの箔を重ねるも十分あります。そうですね、まあ、さっきの高宮さんの手の形って、はい、あの一応数ピン残しておくと、うんうん、あのイーペーコの目あるんですけど、このチーピン残しておくと、はい、パーピン引いた時にサブロキューピンに受けれるっていうメリットがあるんですね。そっちのメリットを取ったんですか。例えばそうですね、まあ、なんか打点が欲しくない時、打点があんまり必要ない時とかは、うんうん、こういう風にするのがメジャーなんですけど、なるほど。今回はこれかなりそうですね、パーピン3枚です。3切れでしたもんね。でもまあ一応打点はもうメンピンドラで OK だと、うんうん、ということで少しでも上がりやすい形を残した、うん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 、上がりやすい伸びを見たって感じですかね、うん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 、なるほど。アキさんは白を引けばもう一気に勝負で、はい、山に3枚まだ白が非常に深いです。3段目、これで吉田さんは今ん受けましたね。両マンの、いや、リャンマンが4枚見えてるんですけど、はい、イーマンが川に1枚あって気持ち悪かったってことじゃないですか。そうですね、おそらく。おお、なるほど、うん、かな、かなこの辺はまあ実際にまあ座って、そうですね、座ってみないと、そうですね、どこが気持ち悪いかちょっと分かりにくいですもんね。そうですね、そうなんですよね、本当に座ってると全然違って、さあ白がまだ3枚山、はい、まあ、やっぱり白がやっぱり全然来てないってのがやっぱり今、確かに確かに、なんか高宮の皮とかちょっと気持ち悪、はい、おっと白いきましたね。え、これ何ですか。ラス親番を目いっぱい、親番目いっぱいで、これは吉田とか友武も弱く見えるってことですか。そうですね、友武さんがシャア統一で吉田さんがパーソン統一とし、うんうん、確かに弱く見えそう。あ、とはいえすごいですね、状況判断、ね、しっかり正確に把握できている。これでキューピンか、はい。で、あ、天杯ハイテイツもリーチか、リーチ一発とハイテイのリーチ行きました。高宮6球満待ち、リーチピンフ赤赤、一発とハイテイならそうですね。あ、追いかけだ。こっちもサブローマン。サブローマン。こっちはあれですね、あの、ツモ番がないんで。高宮からの、はい、狙っている。はい、さあ、サブローマン対6球マンは、ローマンが、ローマンが今、ない、なくなった。
2人の上がり牌であるローマンがなくなりました。9万が1枚9万1枚3万1枚3万と9万が1枚ずつ、どっち引くかで坂野さんは天と地ですね。天と地、アキさんは天牌しない、しない。上がり牌1枚、宝珠牌1枚、どうだ。おっと、これは、うん、さあ穏やかに終わりました。高宮と吉田の2人天牌で流局。吉田さんももうこの方で天牌あったら、あの宝珠の一番怖いその宝珠がないんで、うんうん、まあリーチ、そうですね、リーチ死毒ですか。そうですね、うんうん、まあ、リーチも1000点失うっていうのはまあもちろんあるんですけども、はい、それを込みでもやっぱあの手はまあ面単品、そうです、まあ面単品法廷で満眼から高めだったらまあ跳ね満からなんで、かなりリーチに行きたい手ではありますね。うん、なるほど。結構ツモ版なしリーチってなんだろう、慣れてないとやっていいのかなとドキドキしちゃったりするんですけど。ダンの4曲です。2本はリーチ棒が2本、京卓2本。渡辺さんは京卓は気になるマンですか。京卓は結構気になりますね。気になるマン。じゃあもしかしたら、特にこれぐらいの全員まだ2万点の状況とやっぱり平たいですね、はい、かなり気になってしまいますね。うんうんうん、友武とかも初統一ですがどう判断するか。吉田はドラドラの手牌です。これでおー、6ブロック。今みたいなのも難しいですよね。6ブロックするか、ソーズ切っちゃって5ブロックとかするのか。ね、ん、高宮が。あ、これでイーシャンテンです。はい、ダブトンが統一。友竹さん、赤3枚なんですね。これはさすがに初。いきます。動いてくれますかね。さすがに動いてくれると思います。あ、これは動いた。さあ、友竹赤3枚で初をポンしていきました。あ、でもいいマン、うん、これで秋さんも動ける形になりましたね。はい、一切れの白が統一になりました。秋、ウーマンを切るのが一番広いですけど、チーピンで、あれですね、まだまだメンタンルートも残しました。まあ、メンタンになるというどっちかというとトンとなんマンズ周りでシャンポン、うん、まあなるほどなるほど、多分なりそうですかね、うんうん、まあ一旦、おっと、これはスーピンダンピン、うんうん、いいシャンテンです。高宮、うん、ドラドラ吉田、さあ友竹これでいいシャンテン、初をポンしています。赤さん、これで完全に動きやすいけど、ドラを切るかローソーを切るか。どうしましょう。友竹さんが仕掛けてるけど、おお、ドラ行きましたね。強く行きましたね、はい、秋はドラのペイを打っていきます。秋さんのドラ切りがほとんどいいシャンテン。これもあれですよね、多分おそらく強卓、はい、が2本あるから、うん、あ、なるほど、自分のだからこのローソー補充です。ローソー補充、いい順番が、いや、超順番です。順番が本当に順番ですね、これは。さあ、友竹の上がりです。初赤さん、秋から上がりました。8000は8600の上がり。いや、こうなるならローソーから切りたかったですけど。そうですね、ローソー先に切って切るメリットとしては、やっぱりあのペイはペイポンローソーロンがあるんですけど、ローソーチーはできないんで、やっぱり位置的に、うんうんうん、そうですね、はい、そうですね、先にローソー切っておくメリットもあったんですけど、今回はちょっとやっぱり先にペイ切って自分の手のローソー周りでの伸びで、うんうん、メンピンイーペイコーとかの形を値段見たんで、こうなっちゃいましたね、うん、勝負した先切りペイですもんね、はい、どちらかというと自分の手配都合で勝負したんで、うん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 、ただここでちょっとまだ手が吐く暗号、はい、良さそうです。何をいたしました。何の一曲、吉田の親番、ドラー急走です。赤引き、うん、赤引きただ、一応想像の上伸びたら3色立ちもあると、うん、はい、急走もドラですしね、はい、789も見たいが、吉田また自敗切ってるうちにパターンですかね、はい、そうですね、うんうん、秋は白眼子にトンが取りつ、手は一応早そうですけども、欲しいのは打点、どうするのか。このトンもポンはしないですよね、うんうんうん、小さ引きは嬉しいかと思ったけ、嬉しいですねこれは、うん、これでちょっとどうする、もう面前で
リーチ博の秋さんですね。そうですね、特に本一とかには色染めはせずに、うんうん、リーチ博を狙っていく形ですね。博があんこなだけで普通めっちゃ嬉しいですもんね最初から博あんこだと欲張りたくなってしまいますが、さあこれでソーズ一メンツ秋、これは誰が結局一番高宮がイーシャンテンではあるんですね。 あ、来た来た、出たよ出たよ出ましたね、出たよ。いや、スチーマンド受けがあったんですけども、うんうんうん、スチーマンド受けを拒否してペンチーピンの3色3色、はい、がっつりがっつりですね、がっつり3色。吉田ピンズで一メンツ、あーっと、これはリーチ、すごい友竹のリーチ、トップ名でダマテンの漫画ですけどね。確かに、確かに確定の、確かに、友竹リーチピンフ3色赤ドラ、なんだ、なんならダマテンつもハネマンでしたけど、これはいきましたね。リーチでハネマン、出上がりハネマンのリーチをしていきました友竹。そうですよね、トップ目で闇天漫画、確かにこのしかも両面落としのリーチですからね。あー、どう見えますかね。まあ、赤ありだと一番多いのはその両面の選択で赤がある方を残したっていうのが多そうですね。今回あの両マン先切ってるんで、はい、よくある2356の形がそんなになさそう、うんうんうん、確かに。ってなるとやっぱりソーズとピンズの真ん中ら辺と比べたのかな、はい、そうですね、とか思いそうですかね。あと今回あれですね、イーマンも3枚見えてるんで、多分イスーマンとスッチーマンの比較は多分スッチーマン選ぶんで、うん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 、やっぱりそうですね、ソーズの、まあ、ドラマたり、ドラマたり今回の場合は7、8層だったり、はい、あとは赤マタリ、うん、赤ウーソー、赤ウーピンのマタリが危ないかな、本命っぽく見えるかなと。さあ、スーチーソーは山に3枚残っております。友竹引けるか、引いて裏一でバイマン、あとはあと何か、あとは単純にあれか、赤ウーマン持ってる5566もありますね。うん、あら、あ、これはリーチ、高宮追いつきました。ウーパーソー待ち、ウーパーソーリーチピンフ、高宮強気にピンフのみですけど追いかけていきましたね。そうですね、しかもチーマンは一応、うん、そうですね、一応チーマンって結構そのさっき言った読み筋の危ないところですね、中ではあるんですけども行きましたね、うん、ウーパーソーは2枚かな、2枚かな、スーチソーは3枚。さあ、高宮のピンフ、ピンフ対出上がりハネマン、出上がりハネマン対リーチピンフのめくり合い。あと吉田さんもちょっと追いついてきたが、ただ二間リーチにどこまで押せるか、3万、これはもう折りですね。はい、高宮さんが勝ってくれれば、まあ大して展望の動きがなくいけるんで、うん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 、もうそれ期待ですね。なるほど、高宮さんから友竹さんから高宮さんへの横移動が、うんうん、さあ、ウーソーが減りました。ウーパーソーが1枚、スーチーソーが3枚、3枚、あっ、裏1倍1、これはどうだ、乗らない。さあ、友竹のツモ上がりです。リーチ、ツモ、ピンフ、3色赤ドラ、友竹トップ目からの3000、6000の上がり、ビッグ、ビッグですね本当にリーチ判断難しい、難しくないですか。佐々木さんとかは結構リーチするのかなって思いますけど、す、ね、滝沢さんとかは絶対やめてんだろうなとか友竹大きく決めていきました。3000、6000、難問2曲です。ドラチーマン、ただまた高宮さんが悪くない、うんうんうん、吉田さんはちょっと国士無双っぽい感じですね、うんうん、はい、友竹さんも一応これで形は揃って、あ、ですがベンチピンターツ払ってきましたね、はい、あ、チートイツイシャンテン、はい、秋ゴトイツです。これは多分先手を取った人が多分一番強いやつですね、うん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 、みんなそのまっすぐ押し返せる形じゃないので、はい、一番最初にリーチっていった人に対して受ける。あら、これはちょっとメンツでもあるのでパーマンを切って保留ですかね、ですね、んードラガチーマン、ドラもチーマンなんでペンチーマンターツも残すと。はい、吉田はお休み気味でしょうか。はい、てペンチーピン、これでメンツ手にはいかない、まだ保留ですね、はい、悩ましい手配。吉田さんはこれでマンズに
向かうのかな、かもしれないですね。カンパー万引きです、ヤシダ。うん、さあ、吉トイツイシャンテン。この山は、山は違うか、山は動けないですね。そうですね、現状、まあ、ペイも風でチーマンもドラなんで仕掛けていって満願があるんで、ああ吉田はそうか、マンズの本質には行きやすい形です。これが例えば、まあ、仕掛けて3900とかだと、うんうん、ちょっと国士無双の方に行きそう、寄っていったいんですけども、今回はそうはならなそう。これでパーマンかな、パーマンですね。はい、高見はイーシャンテンです。ペイは友竹と吉田でもちもちになっております。これでメンツ手に、はい、そうですね、秋がメンツ手のイーシャンテンになりました。お、あ、リーチ。高宮官老ピンでのリーチです。リーチ赤赤。高宮の先制リーチ。これは押し返せる人はどうですか。友竹さんは展望的には押し返しに、ローピン、ローピンあんこ。これは当たり牌のローピンです。ローピンがこれで山に1枚。秋さんもちょっと一応そうですね、数万一応ラス目で、まあ、ライバルのリーチなんで、はい、でかつ自分の手も悪くはないので押し返しますね。数万ビシッと、はい、ビシッといきましたね。まあ休めですしね、あとはやっぱり、うんうん、ドラドン一応休めという形なんで、はい、ただ次は、あ、これはこれは白白が安全ですけど、それで本当に上がりが取れるのか。キューピンキューピンとかもあります。キューピンキューピンはかなり、そうですね、まあ一応端っこなんで、おキューピンキューピン、秋イーシャンテンです。白もポンできる形、官老ピンは山に1枚。これで3万。友竹もイーシャンテンなんですよね。そうですね、このイーシャンテンはどうするんだろう、どうするんだろう。親番は友竹か。そうですね、友竹以外の3社が展望が非常に近い状況。チーピンは一応ワンチャンスだけども、うーん、とりあえず初ですね。初、初は一切れ、ちょっとは一応行く気がありそうですね。そうですね、秋もチューンをしていきます。チューンはションパイ。あれ、チートイツ、うん、あれ帰ってくる、名本チートイツ帰ってくるかも、来るかも。うーん、これは通ってるのは数万は秋さんが一発で押してますね。そうですね、パピンもビシッと、ビシッとビシッとですね、はい、さあ秋がしっかり攻めております。友竹もイーシャンテン親番、そろそろ流局も見えてたんで、はい、檻も、秋さんの檻もありそうですかね、うんうん、これとかはどうするか。うーん、ウーピンもちょっときな臭いところでは、宣言配慮ピンなんで、カンウーピンとかがあり得る、あり得る。三層強くいくか、三層は一応ワンチャンス、ウーピンですね。中筋のウーピン、ちょっと勝負していきました、はい、形は保っています。秋ドラドラのイーシャンテン、秋友竹がドラを持ってきた。これは押し返しにくいか。これでハクハクいくほどでもないと考えるとウーピンになっちゃいそうですね。そろそろギブアップ か、あ、でもハクハクで粘る、粘りましたね。かなりかなり押す姿勢が見えますね、秋今局。まあ、今回に関してはまあちょっと吉田さんが染め手っぽい、はい、国士っぽいことをやってたので、そこにまあ白は1枚2枚あってくれればいいなぐらいの、うんうん、持ってってほしいっていうやつですね、はい、そこの吉田が持ってるでしょっていう感じですね、うんうんうん、っていう理由でチューンも切れたかもしれないですね。そうですね、さあ高宮のローピンも1枚残っております。秋さんはこれテンパイ取れるとちょっと高宮さんとの点差が離れずに済む、うん、そうですね、開かずに済むか。さあ残り2巡、吉田もハクハクで折り切れます。友竹はペー、これでテンパイはローマンは、ローマンは全然通ってないのか。通ってないですね、通ってないか、通ってない。ドラマタギでダメそうですね。テンパイした時にどうするんですかね。秋背底、この背底テンパイしなかった、しなかった、通るのはウーピンですか。さあ秋かなり押して粘っておりましたが、ここは高宮の一人テンパイで流局いたしました。
友竹と秋がかなり粘っていたんですが、そうですね、押し返せず。さあこれで何の三曲へと移ります。何の三曲、秋の親番、ドラは何。これはちょっと良さそう、ソースがたくさんに、これはどう、一旦パーピン、パーピンから、一応本一は残してますね。さあ何の三曲、一本場、これはチャンタを見て、うん、ロビン、お、あ、イーシャンテン、イーシャンテン、でも789見たかったんじゃないですか。789多分見たかったでしょうね。見たかった。あー見てる、見てますね、見てる。これちゃんと3色見てますね。ちゃんと3色見てる。吉田両面拒否でペンちゃんペンちゃんを残していきました。あ、現状9万持ってないんであれですけどね、まだ。そうですね、9万、あら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 、これそうですね、これでもちゃんと3色ですね、多分見てるのは。そうですね、はい。高宮もちゃんたのような統一4組の手配、これ9万持ってるなら分かるんですけど、かなり意思を持った打配選択しています吉田。そうです、ね、吉田さんの点数だですと、はい、友竹さんをまくるのに、うんうん、まあ、マンガン跳ねマン必要ですね。マンツもハネツもハネツもマンツもが必要なので、うん、この手をもらった時にこの手を例えばリーチのみで上がるよりは、うんうんうん、あ、じゃあこれもしかしてフリテンリーチあります。トップを見てるならフリテンリーチはあると思います。おー、見たい見たい。ただ9万がちょっと高宮さんが国士無双っぽいんでちょっと期待、あー山にないかもと思えば、そうですね、上がっちゃうもあるか。吉田がペンチーソーの役なしテンパイを現状入れております。秋が初のポン親番です、イーシャンテン。あとこの親の仕掛けをどう見るかとかですよね。これされるとちょっとフリテンリーチはやりにくいです、ね。まあ、逆に親のリーチはないって言って、あ、これはリーチですよね。すごい、これ何人がたどり着けるんだ。え、何人って吉田さんだけ、吉田さんだけじゃないですか。友竹さんもたどり着いてるかもしれないです。確かに吉田リーチちゃんた三色のペンチーソー待ち。チーソーは川に1枚、秋の手に1枚、山に2枚残っています。いやこれで跳ねまんと思ってたら本当に分からなくなりますか。分からなくなりますね。いや本当に何人がたどり着くんですかね、本当に。さあ秋がテンパイです。3ピン両面チーしてサブロッソ勝負。3ピン、そうですね、3ピン押してますね。あら、友竹さんもウーピン探知でテンパイしてるんですけど、 ありがとうございます。友竹、はい、ペーがあんこなんですね、ペーチャで、はい、ペーチャでペーあんこのウーピン探知、まあ、明らかにそのあれですね、吉田さんの皮が変なので。変ですね、はい。これもウーピンは無筋ですけど止めて、うんうん、あの押して9ピン、9万の方を止めましたね、うんうん。さあ秋が積もりました。初赤一の線は1100オール。いわゆるその変則手に当たりそうな牌は止めて、はい、両面で当たりそうな牌は打てるみたいな。そうですね、ですね。ただ吉田大物って入れました、入れたというか作りました作りましたね、作りましたが、あれは完全に秋が線は1100オール上がって連チャンです。お、秋が8万点持ってる風になってる7万点。さあちょっと展望がずれておりますね、うん、8万点持ってるさあ何の3曲、日本馬です、連チャン。親の秋が連チャン、ドラは老僧。え、うん、え、嘘、やばいんですけど、ダブリーメンホンですね、ダブリーメンホンですね、リャンウピン待ち。高宮さんちょっとこれ危ないですよ、まっすぐ進めちゃうんで。危なすぎる。え、ダブリーメンフォン、ダブリーメンフォン、ダブリーメンフォン、え、ちょっと待ってくださいね、すごいですね。1、2、3、山に小山です、小山。ダブリーにしては少ない方かもしれない。そんなこと言ってる場合じゃないんですけども、ダブリーメンフォン、リャンウピン待ち。あ、これ、あ、くっついた。助かったかも、ただ誰しもが危ない、はい、開けてびっくり、ダブリーメンフォン。結構みんなそのまっすぐに進めるんで、やっぱり高宮さんは今回これヤンピン助かった可能性ありますよね、うん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 。普段だったら多分ヤンピン数ピンとか落としていくこともあると思うんですけど、ダブリなんでも何でもありすぎて、はい、これ3ピン入ったらもうローソー切ってリーチとかも、うんうん、ありそうですね、そうですね。まだでもイーシャンテンか、ヤンシャンテンですね、すいません、まだ高宮さんは、うんうん。さあ
友武、そしてあ吉田さんも手は高いんですね。はい、さあさあ、これ本当に誰しもが宝珠の、誰しもがびっくり、宝珠の可能性秘めてますよ。吉田さんも高宮さんも秘めてますね。吉田もリャンピンつもぎっちゃいそうですもんね。さあ強い、強い、これはどうするんだ。パーマン、とりあえず、おー、リャンゾー、リャンゾーも一応あれですか、高宮さんが通してるんですね。あ、そうですね、ありがとうございます。いやこれしかも下の3人が危ない、危ない、おー、マンズならマンズが通しやすそう。マンズ、ウーマンのワンチャンスですね、うんうんうん、さあチーズを引きました。吉田、吉田さんはチーズマンをチーせずに、おー、まあマンズなら落としやすいっていうこっちも判断ですね。ってなりそうですね、マンズ打ってなんとかしていこうと。さあリャンウーピン変わらない、変わらず5枚山、このハツもちょっと、ハツはもう消えているのか、うんうん、これで、うーん、ローマンパーマン3万、ヤンマン2枚入りでウーマン3枚入りでチーマンの方が良さそう、うんうん、あー、チーマン受けは残したかったってことですか、はい、さあ友武のメンホンダブリに、あーウーピン回収、リャンピン4枚、隣ばっかりさあどうなるんだ。あ、助かってる、助かってる。ただ次のリャンピンは、ウーピンは大丈夫ですかね、はい、リャンピンが、リャンピンがアウトになりそう。シャアはションパイ、シャアはションパイなんで、これは相当チート率とかもあるんで、ダブリーにシャアって切りたくないですよね、はい、実際アンコの範囲でした。友武ダブリーチート率としたら、あの確実に急走より今来たんで、シャアですもんね、急走としたら、そうですね、自敗が、あ、これはこれ無理じゃないですか。いやこれ他に切れ、3ピンスーピンが一応、だってワンチャンスですよ、ワンチャンスですね。でも3ピンスーピンは現物、現物ですね。でもワンチャンス、あ、これ開けてびっくり、開けてびっくりですね。ダブリーメンホン裏が乗れば跳ねまんの、あ、乗らない、休め、休めでしたさあこの顔です、この顔ですよさあ友武ダブリーメンホン上がりました。8000は8600の上がり、高宮から。さあ友武が点数を伸ばしていく展開。ダブリーメンホンは見たことあります？ダブリーメンホンはない気がしますね私もない気がします。なんかそのツイッターとかですごいハイパイあったよみたいなとかはある気がするんですけど、はい、ダブリー国士無双は1回だけありましたね。え、何ですかそれ、え、なんでダブリー国士無双一発宝珠してると言いましたねすごい、まあ、じゃあ何があるかわからないですね、うん、さあという状況で何の4曲、オーラスです。ペーチャで秋が仕掛けていきました。ペーオポン、もうこれで完全に下3人の競り合いですね。そうですね、もう秋は2着確認、ペーオポンしていきました。吉田さんもこれは単野をどうするんでしょう。これは単野にしていくなら難を切っていくけども、これはうーん、ウーマンが4枚、そうですね、ウーマンはまだとりあえずメンツとして使える可能性残しておきたいんで、感したくないですかね、はい、まだ。さあ秋さんがこれでどんどん引いて、高宮さんはマンガンツモ、あ、高宮さん親か、親番ですね、親番なら、まあ、とにかく連チャンが第一ですね。吉田と秋は2200点差、タイヤは赤位置で、そうですね、タイヤは赤位置で、それで逆転ですね。泣いてしまうとちょっと足りないってあれば、じゃあ高宮が老僧のポンから仕掛けていきました。ヤクヤクといつであります。ん、お、これでドラドラになったので大丈夫ですね。はい、上がれれば秋をまくれるという手配になりました。吉田トンも泣けました。トンもポン、高宮チュン、ドラの受け入れは残します。高宮は老僧のポン、おお、これで勘ですね。吉田がウーマンの暗勘です。これで吉田さんダマで満眼、あっと、あ、シンドラのリャンピン、ドラ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 3ですね、ドラ4、ドラ4か、赤ウマンですね、はい、吉田が単野をドラ4の手になっております。ただやっぱりもうどう頑張ってもやっぱ友武さんはまくれそうにないんで、やっぱり上がりやすさですよね、うん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 、
さあ、秋も想像が両面へ。これは広くなった。はい、白暗子は嬉しい高みは。おお、こっちも広くなった。これ吉田おりゃーリーチってあるんですかね。役なしだったらリーチになりそうですか。あ、確かに。さあ、秋がチーピン落ちしてイーシャンテン。役なしになる、あ、一数ピン待ちになることがあるのか。一数ピン待ちだとイーピン肩上がりになっちゃうんで、イーピンが上がれない方になっちゃうんで、リーチに行きそうですね。さあ、高宮イーマンも押していきます。秋がペーポン、ピンズゴロチでチー、友竹は悠々自適。そうですね。残すか。これでそうですね。目いっぱいですね。はい。で、吉田さんが天杯入るか。ん、吐く。勘。うわ、高宮が吐くの大民間です。これも打点ですね。一応あの、一応ウッパーマンチーとかしたときに、その、まあ、ウッパーマンチーとかペンチーピンチーか、うんうん、ペンチーピンチー、あ、いや、ちょっと役割でリーチしましたけど、役割リーチしましたね。ねえねえ、吉田役割リーチしましたけど、役割リーチしましたね。まあ、はい、どうでしょうね、これも、はい、ヤンウピンが結局もう切れないんで、あー、お前らもう来るなみたいなところもあるんですか。でも、まあ、秋さんどうなんでしょうね。どうなんだろう。結局全員、これチー、あ、違うわ、パピン使った、チーピン使えた、ね、チーピン使えた。これはもうさ、リャンウソー対ペンチーピン対リャンウピン、すごい、すごい、すごい。友竹どうしましょう。友竹はまあ多分おられたいな。これリーチ打つと、その友竹さんがあれですね、まっすぐ来ることなくなるんで、それは一個ありますね。友竹高宮以外なら打って、そうですね、もいいですもんね。まあ、ただ素点もあるんで、まあ、そんなに積極的にはいかないとは思うんで、うんうんうん、しゃあ怖いですね、怖いですね。しゃあ、いや、これは高宮さんももう降りれないですからね。3万なんてもう、はい、べし。そうですね、もう秋さんにも吉田さんにもすごい危険範囲ですけど、ヤンマン、さあ、あ、チーピンが減りました。高宮の町、はい、チーピン、秋さんもこれちょっと漫画なんですね、ギャンウソは。漫画、そうですね、赤と、あ、どう、さあ、高宮、トンの果敢だ。不計算しなきゃ。すごいです。よ。三品。さあ、シンドラは言いそう。四、あ、シンドラの言いそう。関係ない、関係ない。ヤンウーピンと、ヤンウーソーと、ペンチーピンです。ペンチーピン。チーピンは、チーピンが、一枚かな。一枚ですね。チーピンが一枚。あ、これは、やめる、やめる。どうやって、どうやって、やめるなら数万ですかね。数層とか、あれチーマンは通ってた、あ、数万あれですね、数万はウーマン缶入ってるんで、数万よさだ、当たらなそうなんですね、はい、相当。リャンピンは吉田への補充杯です。いや、これはどうするんだろう。だリャンピン打ったら裏次第で3倍マンとか余裕であり、そうです ね、こんだけ缶入っちゃうともう本当にこれで打ったらラス落ちまであるんで。ラス落ちありますね、はい、ラス落ちあるのか、打ちにくいな。現状一応2着組めですものね。ですね、いわゆる2着順ダウンの補充ってだいぶその罪っていう、そうですね、うんうん、やっぱ数万ですね。そうですね、リャンピンは打てない。秋が引きました。三層は怖いけど行くしかないような気もしますけど、自身がローソーをポンしていてドラマターギですね。とにかくほんあの危険な筋の、めちゃくちゃ危険に見えます。パーピン、キューピンは切りやすそうな、吉田に対しては切りやすそうなターツですね。そう、ヤンメンで当たるので、そのサブローソー、ヤンウソー、ヤンウピンぐらい、スッチーピンもあるのか。スッチーピンあんまりない、あ、スッチーピンない。高い宮もここで引かされた、一旦回りましたね。はい、さあ、3人いたんですが、2人がリングから一旦降りた形。吉田のリーチがめちゃくちゃ効いています。いや、効いてますね。これリーチしなかったら本当に全然違う展開ですね。うんうんうん、うーん、もう一回スマイって、リャンウピン 1,2,3,4、 え、リャンウピンまだ4枚あるんですけど、あ、ないわ、3枚だ、3枚、フーロに1個あった。リャンウピン3枚あります。本当に、本当に1,2,3,4,5 あるな。裏から4枚めくれるんですよね。何点になるんだろう。ちょっとちょっと見てみたいですよね。ちょっと見たい。吉田上がってみてほしい。
吉田でなくてもいいんですが、あっとりゃんそ、振り点だけど、振り点だけど、あ、積もった、数えなきゃ、数えなきゃ、メンタンツも、メンタンツも、現状1,2,3,4,5枚ですか。ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、メン、あ、しゅん、フラドラは乗りませんね、乗ってない、メンタンツも、赤、ドラ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 、バイマン、4000、8000ですね、バイマン止まりですかね、はい。さあ、吉田が倍満を上がって友竹には届きませんが、しっかり余裕の2着順に2着目にアップいたしました。さあ、以上の結果でトップから友竹、2着に吉田、3着秋、4着高宮の並びで98回戦が終了いたしました。はあ、大変でしたね。すごかったですね、大変でしたね、1日。はい、ということで、新ドラが、いや、ドラがそもそも8枚見れるって何って何ちなみにこれあれですよね、次の巻はできないんですよね。そうですね、あの5回目の巻はできない系ですね、4回目の巻か、すみません。さあ、ということで、かなりメガトンパンチな、本当に言った通りになってしまいましたね。いやー、アキさんが今リャンピン持ってきてやめてたよみたいな話を今してらっしゃいますね。まあ、その前順のあれですもんね、メンホンダブリも大変な、そうですね、大変なことでしたもんね。ちょっと本当に印象深いことあって、メンホンダブリもあったし、吉田さんの3色の、うん、あ、そうですね、ちゃんと3色もありましたし、チーソーペンチーソー上がりもありましたけど、友竹さんのチーソーの3色もありましたし、そうですね、そう考えると本当にこのメンバーじゃないと、はい、起こりえなそうなテンパイや上がりが、あ、ありがとうございます。うんうん。さあ、どんなお話をしてらっしゃるんでしょうか。今日ですね、本当に始まる前もこの4名の方でハイチェックした後に、はい、あ、楽しそう。すごいハイパイ開けては何切る何切るみたいな話をすごい楽しそうにされていて、いいですね、このにこやかな時間。そうですね。本当に素敵です。はい、さあ、どのような感じで、次回のフォーカス M のお知らせです。次回99回戦、そして100回戦は、はい、佐々木久と山田博之、近藤久春、山脇千文による4名の対局、実況は中野妙子、解説は一つ深夜でお送りいたします。さあ、もうちょっとで点数、得点がまとまると思いますので少々お待ちください、はい、渡辺さんは本日2回目の解説ということでしたが、はい、うますぎませんか。いやいや、そんなことはないです。え、お若いですよね、しかも、はい、おいくつでしたっけ。今24ですね。 お若くないですか。いやいや、そんな、お若く、うますぎませんか。え、お家で解説の練習とかされたりしてるんですか。はい、いや、解説の練習はしてないですけど、うんうん、やっぱ、うんうん、あ、どうぞどうぞ。あれですか、うん、解説の練習はしてないですけど、やっぱりなんか、うん、自分で見ててなんか、うんうん、一人言ってますよね、うん、あ、なるほど、え、なんでって言って、うんうん、あ、そっか、こここうだからかっていう、うん、それが練習になっているってことですね、はい、さあ、本日の結果がまとまりました。高宮がマイナス 57.8 で16位にランクダウン、吉田がプラス 14.3 で、まあ、ちょっと素点、ちょっと点数を伸ばしました。そして吉、あ、すいません、友竹ですね、友竹が、あ、むさい、これあれか、トータルじゃなくて今日のニカミちゃんブッチで、ね、はい、失礼しました。友竹が2トップで大きく点数伸ばして、もうこれで敗退はなさそうですね。そうですね、うんうん、そして秋が3着で、まあ、200点は下回ってしまいましたが、 M リーガーの皆様は200下回っても敗退はございません。さあ、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。渡辺さんもありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回のフォーカス M でお会いいたしましょう。皆さん、さようなら。